もう本当緊張してメダルレースだったんですけど、その場でも自分たちの力が出せて、こうやって金メダル取れたことが本当に嬉しいです。毎日すごい緊張して、でも、着実に私たちの走りができて、こうしてメダルレースでいい形で終われてすごい嬉しいです。どれもやっぱり風待ちだったり、長い一日をずっと過ごしてたんで、どれもですけど、やっぱ最後の今日のメダルレースの戦いが一番シビアな戦いだった。It's for your Japanese gold medalist.